神に逆らおうというのですか？人間ごときがどうあがこうと無駄です。素晴らしい、素晴らしきかなこの力。
終わったんだな、青兄。ああ、終わったぜ。だけどまだ後始末がさ、残ってんだ。行かなきゃな。行くってどこに？何する気だよ。もう青兄じゃなくてもいいじゃないか。もう終わったんだよ。運命とか宿命とか、いつも一人で背負い込んで一人で苦しんで。いつもお前が、みんながいたさ。なんでだよ。もう青兄は戦ったよ。十分すぎるぐらい戦ったよ。もう誰かに任せちまえよ。なんで、なんでいつも青兄なんだよ。これが俺の生き方だからかな。せめてワズネに、ワズネ、お兄が行っちゃうよ。起きてよ、起きてよ。ここにも春には綺麗な桜がさ、本物の桜が咲くかな。こんな時に何言ってんだよ。そうだ、アカネ、一つだけお願いがあるんだ。桜を見たら俺を思い出してくれないか。時々でいい。ただそれだけでいい。ヒデヤス、
こうして俺たちの戦いは幕を閉じる。あれからどれだけの月日が流れただろう。お初ね、最初はずいぶん泣いてたけど、ある日思い立ったように、以前から縁組が決まっていた京極家へと正式に嫁いでいった。大阪城にあってたった一人で息子を守る茶々姉さんを見て、お初姉なりの新しい生き方を見つけたんだろう。でもあの人の心の中にはきっと今も。お初姉の結婚が決まると、次はロベルトが祖国イスパニアへと旅立っていった。幻魔に手を出した過ちを二度と繰り返させないためだ。この事件の発端に自分の国が絡んでいたことに少なからず罪悪感を抱いていたんだろう。ロベルトは次の戦いを見つけ旅立った。あいつならきっと間違ったこと言うやつは王様だってぶん殴っちゃうかもしれないな。最後は天界だった。比叡山で静かな暮らしに戻るのかと思っていたけど、鬼の小手を封印するとか言って旅立っていった。でも今度はアリンちゃんも絶対一緒についていくって随分張り切ってたし、なんか楽しそうだったな。あと不思議なことが一つあって、天界は二人きりになるとアリンちゃんのことをアコって呼んでんだよね。アリンちゃんも天界じゃなくて別の名前で呼んでたな。さあ、様なんだっけ、忘れちゃった。柳生の庄には帰らずにまた旅を始めた。じいちゃんには会いたかったけど、あの男が生きてるって噂を聞いたんだ。あの男、そう、柳生宗則。あいつはまだどこかで生きている。でも今度の旅は一人じゃないんだ。寂しくなんかない。あれからどれだけの月日が流れただろう。俺の旅はまだ続いている。